はい、おはようございまーす。今、仕事終わりましたよ。明日、明後日休みですわ。よかった。いや、違うな。明日、明後日やないな。今日と明日やあ。夜勤やったから、今日はなんか、明日、明後日ってなくて、今日と明日や。なんか損した気分やけど、ま、いいや。皆さん、あのですね、今夜、ね、あれですよ。知ってましたか今夜ですよ。インターナショナルステークス。ドレッツァ、日本出ますから、代表として。 レッツがえっ、えー、とーねグリーンチャンネル、あのー、競馬グリーンチャンネル入ってない人は今日無料放送ですから生放送でね普段だん、あのー、有料ですけど今日夜11時から12時半まで1時間半グリーンチャンネルで、えー、インターナショナルステークスが生放送で見れます これね、あの、ヨーク競馬場でイギリスのレースなんですけど、2060メートルかな。あのレースなんですよ。2050メートル。こういうレースになります。で、直線が900メートルもあるんですよ。すごく、本当に、あの、エキサイトなレースになると思いますんで。で、このシティオブ、このドレッドの横にシティオブトロイっておるじゃないですか。これ、ムーアが乗るんですけど、これがね、最大のライバルって言われてます。 で、なんとかね、ここで日本のドゥレッツァ買ってもらいたいなと思って、楽しみしますよ。だから、よかったら皆さんで応援しましょう。ドゥレッツァ頑張れと。ね、トゥラメンテの息子ですよ。もう今年がね、ラストクロップで、今年の今2歳で終わりますから、この中からなんとね、後継の馬が出てくるか、ドゥレッツァにも頑張ってもらいたい。なんでね、まあ自分はね、 本当にね競馬好きなのもありますけどもとりあえずは全力で応援したいなと思ってますよ。そのためにね今日楽しみにね生きてますよ。ということで、えー、まあまあまああのまたもしねあの競馬好きな人いたらまあ、大いにあの語りましょう。